今年はですね、毎年ゴールデンウィーク期間中、この館内ラジアントホールさんにて行います横浜プロレス祭り、皆様もご存知の通り、今年は5月1日より新元号といたしまして、スタートさせていただくプロレスとして初のプロレスという形になります。新元号初のプロレス、そのプロレス祭り、本日例年に比べまして、スケールアップした4日間で、行われます。各団体の皆様にお越しいただきました。はい、アイスリボン例年さん、こちら参加させていただいてるんですけれども、通常の大会、みんなが集まってただやるだけの大会ではなくて、プロレス祭りという名にふさわしいお祭りらしいカードの子も組めたら楽しいんじゃないかなというふうに思います。そして他団体さんを、見に来られる方々がアイスリボンの大会を見に来てくださる可能性もすごく高いと思うので、アイスリボンらしさを押し出して他の団体のファンの方々にもアイスリボンをアピールできるように頑張りたいと思います。お祭りという題名がついてるならではの、普段では味わえないような大会にしたいなって思いますし、そしてその前日、5月1日の前日の7月30日はアクトレスガールズの後楽園ホール大会があって、そこで、まあ、今流行りの平成最後の後楽園ホールで、そこ平成を締めて、で5月1日新元号をこの大会でスタートしたいと思います。やっぱ祭りということで、で普段、まあ、関わることがない他団体の選手はもちろん先輩とか後輩とか、あと来てくださる皆様も全く関わることがない人たちが集まる、本当にすごい奇跡的な場所になると思うので、その出会いをいかに楽しめるかで、私たちはもちろん来ていただいたお客様みんながこの祭り自体を楽しんでいただけるようなエンターテインメント性に富んだ8回にしたいなと思っておりますので、皆さんご来場お待ちしております。去年が私がプロレス祭りの時に欠場してまして、なんと全大会こき使われました。こき使われて、はい、もぎりとかやったのに対して触られもせず普通に関係者みたいにやったんですよ。なのでその時の思いを今年は試合でバッと晴らしたいなと思います。アイスリボンの若手の意識の向上、そして他団体選手との交流が図れればいいなと思っておりますので、皆様5月2日の夜お待ちしております。よろしくお願いいたします。こういういろんな団体が混ざって連日連夜試合をするという時のこの何ですか、いかにこう美味しいとこ持っていくかみたいな、そういうのはうちの団体は本当に長けております。まさにお祭り人間ばっかりなんでね、本当この辺までちょっとキャピキャピしたんだけど、この辺からちょっと花がなくなってくる。ちょっとこの辺を境に花がなくなるんですけど、でもそこはですね、リング上の戦い方は別なんで、ね、我々このね、4日間ですか、大会がたくさんある中で、ね、確かにね、いろんなイベントもあって盛り上がると思うけれども、あとやっぱりいかに美味しいところを持っていくかだと思うんで、ね、それも勝負だからね。負けないぞ。みんなでいい意味で競い合って横浜プロレス祭りを盛り上げましょう。これだけの団体が集まって4日間同じ場所でプロレスやるんですよね。なんとなく僕想像するに、このラジアントホールのあたりにプロレス見ようじゃなくて、たまたま来た人がなんかプロレスの匂いを感じるなというか、なんかこう引きつけられてラジアントホールに入ってくるような、そんな4日間で僕はしたいなと思います。そしてこの日程を今みんな配られたんですけど、はい、どうも気になるのが、はい、4日の5時半未定って書いてあるんですね。本当だ、はい、今これで大会をやるってことですよね。はい、まあ、せっかく抑えてると言いますか、まあ、4日間あるんですけれども、ちょっとその、まあ、言ってしまうと団体さんというか、まあ、もう今団体さんの数としてはフルなんですよね。これはどうなんですか、皆さんのスケジュール的なものどうなの。うちは大丈夫です。うちは OK ですよ。大丈夫です。じゃあみんなでやりましょうよ、この大会もしたら。おー、すごい。最後に、いや、それもあれですよ、各団体が1試合ずつ出すとかじゃなくて、はい、シャープの試合やりましょうよ。もうやりますよ。で、この町の代表としてみんな来てんだったらね、我々同じ試合で絡みませんか。すごい。すごくない。ゼロさん、ダブルヘッダーになりますけど。
大丈夫？全然ですよ。おお、さすが。一日やれて7試合前ですから。7試合多い。7試合ですよ。はい、7試合目でいける。まだいける。これやりますか？やりますか？みんなで。やりましょう。やりましょう。じゃあせっかくですから各団体のトップの皆さんとか皆さんの賞を承知いただいて最後メインイベント電流爆破マッチでやりましょうよ。おお、いけるか。それはやめませんか。じゃあうちの申請みたいな。はい、ありますがまとまりません。じゃあとりあえず、最終日は、最終の17時30分は感謝祭と。感謝祭よろしいですか。横浜プロレス祭り2019感謝祭ノブで、はい、よろしくお願いします。はい、こう何日かあるんで、はい、なんか集めたいですね。集めたい。スタンプラリーどうですか。8大会ある。8やるうちの5大会ぐらいですかね。半分よりちょっとこれプレゼントもらえる、うん、5団体6ブランドもいるわけですから、こうなんかみんなロゴが入った全員お揃いのユニフォームとか T シャツみたいな。ああ、いい。欲しい欲しい欲しい。過去にあの各団体のデビューしたばっかりぐらいの若い子たちの経験の場を積ませるために各団体から若い子を出して毎日試合させたことあるんですよ。団体の試合毎日連日全興行。若い子いますか。いますか。若い子います。キャリアは若い子ですよね。キャリアは若い子。あ、います、います。アクトやらせています。アクトもいます。はい、シードリング、あれシードリングがまだデビューしてないんですけど練習生がいるので。おお、練習生5月までには間に合います。5月までには間に合いますか。練習生、練習生、はい、みんなで応援してください。みんなでシードリングさんだけデビューが間に合わなかったら、はい、高橋奈々が前女時代の水着を着て誰だろ。見て誰だろ。見て今回のイベントプロレス祭りということで小学生以下の皆さんを、無料という大会にさせていただきたいと思います。もしあれだったら各団体も試合前に子供リーグで何かやる催しみたいな。あ、いいですね。いいですね。そういった催しだけに、そういった催しもできれば、ね、子供たちもいっぱい来てくれるんですよね。はい、せっかく集まるんですから今このプロレスの代表として来たこの我々が同じリングで上がって試合をしたいですね。はい、今まで力道山先生から始まっていろんなプロレスが今まで、ね、こう受け継がれてきたと思うんですけど、またこういう場で各団体の、ね、男女も性別もキャリアも問わず集まって始まるっていうところにまた新しいプロレスの見せ方の可能性が僕は生まれてくるんじゃないかと思うんで、そういう場にしたいですね。はい、でそこからまた新たなスターが絶対に生まれると思うんで、そういう場にしたいと思います。まあ、私はみんなをボコボコにしてやりたいですね。はい、特にアクトレスガールズとアイスリボンをボコボコにしてやる。私だぞ、私だぞ。ネタミとか言うな。ネタミじゃない。お前をボコボコにしてやる。お前っておい。お客様ももちろんですし、私自身みんなでお楽しみたいっていうのと、やっぱでも一番なのは高橋真奈選手の競泳水着が見たいなと思う。うるさいよ。見たい見たい。特に一番最後のその最終日の全員のシャッフルの試合は、まあ、皆さんが注目するとともにアクトレスガールズを一番アピールできる場所だと思うので、私たち、まあ誰が出る、まあ多分アノンかな、トップなのね、トップのアノンにしっかり背負って行っていただいて、私は本当に七井さんの共演短いを楽しみだから。ピースパーティーが多分一番若手が主体になるので、若手ばっかりの大会になるかなと思うので、先輩方に負けないようにピースパーティーの色を出せたらいいなと思いつつ、高橋七井選手の共演水着を一番の楽しみに、はい、していきたいなと。今まで経験してないようなカードを組まれることもあると思うので、そのミックスマッチを体験したことなかったりですとか、他団体の選手とあまり絡んだことない選手にとっても素敵な、経験の場になるでしょうし、自分もなんかもしその大会にカード組んでいただけるなら、
マスクかぶるとか別キャラとかでも何でもいいので、なんか普段できないようなことをそこの大会で経験して、なおかつもちろんアイスリボンをドドンとアピールできるようにしたいと思います。そして高橋奈々江選手の競泳水着を楽しみに。いや、一番来てほしい、競泳の方が来てほしい。いや、うちの藤本司っていう選手がいるんですけどそのオールスター戦みたいなのにはきっと各団体のトップの選手が出るということでしたら、うちのきっと藤本司選手が出ることになると思いますので、それも楽しみ。